はい、えそれでは時間になりました。よろしくお願いいたします。えと本日は予備試験ガイダンスということで、え予備試験後の過ごし方ということで、えと今後の学習法についてですね、えガイダンスの方、ま約1時間ほどちょっと時間をいただいて話していきたいと思っております。えとまず配布資料ですけれども、え一応レジュメという形で予備試験後の過ごし方という形で、えとだい 4ページ前後ですね、レジュメの方がいってると思いますので、まずそのレジュメの方うに即しながら、ちょっと説明をさせていきたいなと思っております。で、まずですね、予備試験担当式の方終わりましたので、まずは担当式受験された方はお疲れ様でした。実際の合格点についてはまだ 発表されていないところですけれども自己採点があってまあ大体論文式に行ける方それからまあ担当式で翌年もう一回頑張る方という形で出てくるとは思いますけれどもまずはですね担当式が終わりましたので実際に担当式試験直後にまずやるべきことということをまず順を追って話していきたいなと思ってましてまず大きく今日の構成としてはですね担当式が終わりましたので担当式直後にやるべきことは何なのかということそれから今後ですね ですね、これから、まあ、担当式合格した方は、えー、論文式に向けてどういう学習を具体的にやるべきかと、えー、もしくは、えー、来年度の予備試験を視野に入れている方は、まあ、来年度向けでどういう形の勉強をスタンスで進めていくべきなのかというところです、ね、をお話しした上で、えー、今日はメインのところというのは論文対策ですね、えー。論文対策としてどういうふうな形で論文対策を具体的に予備試験に合わせる形で進めていくのかという、まあ、方法論について説明していくという形になります。でまずです、ねえー担当 公式試験まあ終わった、えー、直後になりますのでまず真っ先にやるべきことということで、えー、レジュメの1ページのところにも、えー、書かせていただいているところですけれども、まあ、本年度予備試験、まあ、受験なさった方は、えー、試験問題ですね、えー、そもそものその復習はまず必ず、えー、できるだけ早い段階でやってください、えー、どうしてもあの試験問題終わったあと結果で自己採点して終わってしまうというケースはあるんですけれども、えー、実際例えば論文式にこのあと行く場合には論文式の場合は担当式全員受けてますから、えー、担当で出題された知識というもの 全員共有でできている前提で論文式を望むことになりますあとは来年受ける方はもう歴史とした過去問という形になりますのでこの試験問題そもそもの復習ですね間違えた問題の知識確認もそうなんですけれどもあの担当で過去問気質の問題か否かっていう確認は必ず進めておいていただけると学習として有意義かなと思います実際出題された問題の中で完全な進出問題ですねこれまでの過去問で出てきてない問題については今後出題される可能性は相対的に低くなりますが2回目3回目 過去の過去問で出題されているものが複数出ている場合には3回目、4回目という出題可能性十分ありますので過去問の類題もしくは流用問題であるかどうかということについては確認してくださいでその上でもし仮にその問題間違えていたとしたらそこの部分は次の学習の時に必ず見ていくと。 しておがあるかなといいう,うに思いますで復習の際ですねあのこの後説明していくところなんですけれどもえ今年の論文式試験合格した方は、まあ、民法も全てやる必要はありますけれども来年度の担当式を受験していくという計画の方は改正民法での出題になりますので今年度で再建法改正前に対応しているものについては あまり不加保衛しないという形でもよろしいかなと思います。えー、具体的にあの改正前の問題が改正後どういう形で出題されるかという部分です。改正前の問題が改正後の民法において回答がどのうよう,うに変わってくるのかというのは今後予備校ですね。まあ、レックも含めまして、えー、改正対応の回答例という形で出ていきますので、まあ、その後でも十分なのかなというふうに思います。でその上でですね、えー、今年受験、えー、なさった受験生の方は、えー、その後ですね問題そもそも復習した後に、えー、各ステップで おそらく試験に臨む前に受験戦略を立てた上で試験を受けている方が多いと思います大きく分けると受験戦略としては3つのステップになると思うんですねレジュメの方でも○○○○○○という形でちょっと書かせていただいておりますけれども大きく分けますとまず受験戦略受験計画のステップですね具体的に担当式試験を受けるにあたってどのぐらいの学習期間で過去問何週回すかなどの具体的な学習計画を立案したと思いますまずそのの学習計画の段階 そして2つ目の段階としては実際にその学習計画に即して実学習を実施すると学習期間が3ヶ月であれば直近3ヶ月の学習状況ですねの段階そして実際に試験、受験したわけですからその試験の結果ですね学習の実施状況に試験結果が反映していたかと直結しているかというのはもう端的に言ってしまえば点数取れたかというその3つのステップがありますでこの3つのステップのそれぞれについて、まあ、結果が出た場合も結果が出なかった場合も必ず精査をすると。 いうことは、えー、予備試験の合格不合格に関わらず必ずやっていただきたいところです、えー、な,なぜかというとですねあの予備試験まあ一発で受かってしまえばそれに越したことはないんですけれども複数回受けるメリットですね、えー、2回目に合格する3回目に合格するという形で、えー、実際に1回で合格しない場合には過去の受験経験そもそもが経験値としてメリットになっていきますで、メリットにできるかどうかっていうのは単なる学習期間ではなくて実際予備試験という、えー 試験ですね、本試験があって本試験に向けて学習計画を立案して実際に動いてみたとで動いてみた結果、結果がどうだったかでそれをどういうふうに次年度アジャストしていくのかというそこの,あの修正の部分が極めて大きいところになりますのでこの分析部分については、えー、意識的にやっていただけるとあの来年度に向けてですね スムーズに進むかなと思います。実際ですね、私の方でですね、3つのステップごとにこの辺のところを正してできてたか、もしくはこの辺のところが実際どうだったかっていうところをちょっと見ていただければと思います。あの通常のあの受験生で引っかかりやすいところを並べました。でその一方で通常の受験生が引っかかりやすい一方で合格している方が まあ比較的、この点のところは意識しているかなというところを私なりに、えー、まとめたところですがまずあの受験戦略の前提として今回、戦略を立てずにね、えー、試験望臨むことにどうしてもなってしまった方もいらっしゃると思うんですね、えー、まずは力試しという形だった方もいると思うんですけれどもえー、その場合にはまずは受験計画を事前度の場合に、ね、立案をしっかりするというところをこの段階でするっていうのが大切になります。あの試験の ちょっとと触れておくとです、ねえー、試験の3か月前ぐらいにです、ね、学習期間3か月としてじゃ計画を実際立案してみましょうというふうふになってしまうと実は遅いんですよね、3か月で果たしてできるかどうかということは実際に学習進んでいく段階で分からないわけですよね、3か月だと思って動いてみたら実は3か月足りなかったということもあるでしょうから、えー、今回、まあ、結果を踏まえてもしくは今の学習状況を踏まえてこの時点で何か月間の担当の学習期間を設けなきゃいけないかということは前もって決めてしまった方がいいと思います。で実際に学習が進んででいく段階で当初4ヶ月だ たんだ、けれども、まあ、3ヶ月でいいかなとかもしくはちょっと担当の対策ちょっともうちょっと多くしたいなと思えば4ヶ月のところを5ヶ月延ばすなどのその収縮というのはねあの実際学習進んでいく中でできるんですがその直前期になってしまうとその収縮ができなくなってしまいますのでこれから1年後という発想で見ていくのであれば今の段階から学習期間ですね担当に費やせる学習期間を決めてしまうということが必要になってくると思います。でその上でででそのの上すすねこの辺りですねこり 実際その学習期間、学習時間ですね今回の予備試験、受験にあたって期間や時期としてそもそも合格に必要な勉強量が確保できているような計画であったかということですね。ねまず一つは で、え、そして、あと科目間のバランスということで、予備試験の場合、七科目です。えー、一般教養を除きますけれども、一般教養を除けば、七科目まんべんなく問われると。え、いう科目で、科目バランスですね、科目数が多いですから。え、七科目について、まんべんなく学習計画が立てられていたかどうかという点ですね。で、あとは、最も重要なのが、過去問演習の周回数、最初に計算できてたかどうかですね。え、できるだけやろうではなくて。通常、短答式合格のために、まあ、これだけやっときゃいいかなっていうのは、大体三週と言われていますし。え、私も。 経験上3週ちゃんと全ての足について分析ができていれば合格ラインには達するのかなというふうに思うところですので実際その3週というのをまあ面倒に入れて進められていたかということですねその辺りのところをちょっとまずは押さえていただきたいとでその上でですね論文対策と担当対策という観点からするとどうしても直前期に担当だけの勉強になってしまうというケースがね多いんですけれどもこのあと おそらく話のぜひ今日,今日聞いていただきたいメインなんですがとにかく論文が全てっちゃ全てなんです予備試験に最終合格するという発想ならば。となると実際にその担当対策に直前期は担当しかできないけれども担当対策として4ヶ月取った時に4ヶ月間ずっと担当ばっかりやっていたという状況になっちゃ陥っていたかどうか。 かえって落ちていたとしたら学習期間の4ヶ月間論文対策してないということになりますから実際には本格的な担当対策に移行する前の段階で担当と論文の並行期間ですねそのような並行する期間という形でその論文対策もしくは一発合格狙っている方であればインプットと並行することというのも十分想定されていたと思うので実際にまだインプットしていない科目との並行で担当対策を回していくということが想定できていたかどうかというのも重要になってくると思います。でその上でですね、えー あとはその経過復習タイミングとかについてはこの後やっていきますがまずは計画自体をしっかり立てられていたかとあとは重要なの,はこの計画に対する実施状況の精査ですね実際に計画を具体的に立てた方は、えー、実際にその計画通りにできたかどうかというところはあの見ていただきたいとで,、まあ、できていなかったもしくは何らかのそごがあった場合には最も大切なのはそのそごをしっかり分析をしてください。えー、計画段階で無茶があったのか それとも計画は妥当だったんだけれども実施段階で何らかのモチベーション維持ができなかったとかもしくは思ったより過去問回すのに一問三分ぐらいでやれるかなと思ったら回答実際確認出たら十分ぐらいかかっちゃって思ったよりは時間かかっちゃったとかそういう実施段階でのミスだったのかという点ですねこの sơ があった場合その原因の検討というのはなるべく自問自答する形でまずはあのしっかりしていただあのいただくのがすごく重要であの二年目 次の年ですね来年もし受験するという形であればあのまずそこを一番最初修正するというところから計画立てていく必要になりますのでそこをまず念頭に入れるというところになります。 えと予備試験の難しいところってまさにそこであの、まあ、毎年受けられる試験でですねあの、まあ、全体に門戸、まあ、が開かれた試験という形になってはいるんですがあのその分どうしても今年受からなきゃいけない来年受からなきゃいけないという形で、まあ、合格年度をビシッと決めて、まあ、その追い込まれて勉強するということがなかなかしにくい試験にどうしてもなってきちゃっていると、えーまあ、司法試験であれば受験回数という制限がありますけれども予備試験の場合にはあの今年受からなきゃという気持ちでどんとやっている人と、まあ、来年 年もあるかなっていう気持ちでやっちゃってる、えー、学習を進めている方でどうしてもその学習密度が変わってきますのでもう来年 とにかく来年合格するっていうことを絶対目標で動くっていうのが少なくとも来年受かるためには必要で,でそのためには今年の反省というかねえ今年の学習経験を生かしていくっていうのは具体化しちゃうことはまず必要になってくると思いますでその点ではなど,のどのようなことが必要なのかっていうところをまず分析ということですねで特に陥りやすかったミスとしてよくあるのがですね学習する際の時間数ですね一問当たりの検討時間ですえ意外とやってみるとかかるものなんですね。でとりあえず解いて回答だけ なんだけどいざやってみたら6歩を引いちゃったり、まあ、当然6歩を引く必要がありますから、えー、該当条文6歩を引いたりとかもしくは間違っている足の解説を読んだりしていくと思ったより時間がかかってくると思いますのでその辺りのところも、えー、必要な時間がどのぐらいだったかというところの念頭ですね。とあとは結果についてですけれどもおそらく試験の結果についてはそこまで気にしなくてもよかったかなと思いますが、まあ、時間配分とか集中力とかそういったところで、えー、もしあこうすればよかったなみたいなのがあればあの押さえておくということになります。で 大体の場合この3つのどこかで、あのー、この3つが噛み合ええば担当式は機械的に受かる試験と考えていますあの過去問だけで正直過去問の分析で、えー、実際ほとんど合格ラインを超えてくる試験ですから実際計画段階に何かそごがあったのかそれとも計画と実施の段階で計画通りの実施ができなかったのかもしくは実施したんだけれども結果が出なかったのか。 でもし実施しなかった結果が出なかったということはおそらく実施のところに何らかの問題があります。え実際、解いてみて丸がついたんだけれどもえ類題になったら解けなくなったということはじゃ何が必要かといったら類題を演習していくことが必要になるしえもしくはえ間違った足について対応できなかったら間違った足に対する分析時間が足りなかったとっいう形でえこの結果と反映しなかった場合には実施状況にフィードバックしていくということが求められるのかなという,ふうに思います。で実際今年年、まあ、本本番番が来といいいう方もいらっっしゃったと思いますえ本番が 来年だということで学習していた方についてはとにかくあの予備試験受ける前に私なんかはインプットの講座担当する時に言っていたのは。あの 少なくとも全科目回らなくて今年しがまあお試しの受験だとしても、まあ、1科目、2科目、科目決めてそれだけは合格ライン目指してくださいと、えー、つまり7科目だったら間に合わないけど3科目だったら間に合うんであればその間、3科目は予備試験を受けるつもりで合格ライン目指してくださいという形で、えー、実際に動いていた方もいたと思いますがその場合にはその科目のターゲッティング科目についての成果が得られたかというところの分析で十分だと思います。はい いいですかねで、えー、その上で先ほども言いましたが担当の勉強ですね、えー、今後についてはやっぱり過去問演習の検討ということですね、えー、この部分で、えー、予備試験の担当式の合格ラインはたわたつ可能かなと、えー、今年まだ分析してないんですけど例年ですと完全新作問題を除いたものですね、えー、担当式の中で一般教養を除いて法律科目で担当の問題で今までに過去問で、まあ、司法試験、予備試験含めてですけれども、出題されたことがある。 問題、まあ、流用問題、解題も含めると大体85%前後が出題されたことがある問題で残り15%は完全進出問題もしくはその場で考えればいいかという趣旨を考えるような問題になります。学学説問題は除きます学説問問題題除除ききまますすと、えー、いう形ですので過去問演習しっかりこなしていければ合格ラインには到達できると思いますので実際に学習するにあたっては担当の勉強にまあ傾倒するというんですかね。えー 条文を全部読んで読んで覚えていくとかではなくてもう担当の問題をしっかり全問確実にこなしていくという学習スタンスでよろしいかなというふうふに思いますがその上でですね今年、受験なさらなかった方ですね受験ななさらなかった方については実際にそれだけ受験した方がそういうふうな経験値を積んでいると。 複数回受験している方はその複数回毎回毎回経験を積んでいるわけだから一発勝負で例えばね来年勝負するという形で今年受け控えをしていた方もしくは学習を始めたばかりの方はその受験経験がないということ自体がデメリットになっているとそれだけハンデを負っているということをこのガイダンスで自覚できれば十分だと思います。 わかかりますかね、えー、それだけやっぱりあのこういう気持ちに毎,毎年毎年というかねあの受験する場合にはこういう気持ちになって学習スタートする方がその翌年予備試験望んでいくっていう形ですから、えー、次回が初回受験になる方は、えー、そこら辺の、えー、ところっていうのが意識できているだけで今後の学習変わってくるかなというふうに思います、はい、でその上で今回、まあ、まず真っ先にやるべきことということでお話ししたのは、まあ、担当のフィードバックということで、えー、実際に学習経験あ学習計画をしっかりとあの実行できてたか というのはこれは担当に限らず論文式その他のすべ、えー、ての試験種ですね後々の司法試験でも同じように当てはまるところですので、えー、その学習計画実施のチェックというのは今回、えー、改めてしておいていただけるとよろしいかなと思いますでその上でですね、えー、ちょっと本格的に2ページで次に今後の学習法ということで、えー、お話をさせていただきたいんですが、えー、今回担当式の試験合格なさった方はもう論文式に向けてもうとにかく、えー、と残り2ヶ月全力を尽くしていくということになりますで あの今年来年の予備試験を目指していくという方に関しては受験,も受験を今年したかどうかもしくは担当式の結果に問わずあの全員今合格したたものと考えて動いた方がいいがですえと要は今年例えば届かなかったり受験しなかったから来年また来年に向けて頑張ろうというふうな気持ちでいくよりはとりあえず担当式も今受かったと合格の点数を超えて2か月後に論文式試験があるという。 状況でスタートするのが必要になりますでな、なぜかというと理由簡単なんですよあのそれを動かないと担当の対策がメインシーズンになるんです予備試験の勉強のえつまりえ今日思ってた予備試験終わって担当式の丸付けをしてそしたらじゃシーズンオフになっちゃう っていう方がそうするとじゃあシーズンのスタートって何かというと担当の勉強がシーズンの始まりになるんですよね。で担当を受かりましたで実際受かったらそれはいいことなんだけどそしたら残りの論文って2か月しかないんですよね。で残りの2か月でどうするって言ったら残りの2か月でやることなんて、えー、正直論文対策は1科目も回らないかなと思います。ですので、えー、まずは今年受かった前提でもう2か月後に論文式合格を目指す勉強をすると。 特に担当を受かった方だとどういう勉強をするかというと2ヶ月間じゃないんですね勉強期間本気でやる期間なぜかというと担当式の場合には客観的な点数が出ます。 ですが論文式の場合には、えー、合格するかどうかは結果が来るまでわからないので、えー、実質的には、えー、担当で終戦という形でオフシーズンにしちゃった方と比べると論文を受けて論文の結果が出るまでの間、えー、本気で勉強しています特に口述式試験が待ってますので、えー、その時には民事、刑事の、まあ、実務系を中心とした、えー、最後の追い込みということをやっていきますから賞味4か月間の学習期間 に差が出てきますので、えー、実際には受験をするかしないかっていうのは別として、えー、その論文式試験の対策っていうところを主戦場に変えていくとなのでイメージとしてはえっ、ー、と5月ですよね今ねえ5月で担当式試験が終わってだいたい年内ぐらいまでですね、えー、年内ぐらいまでを主戦 まあ、シーズンとしてはメインにしてでその5ヶ月間で論文式合格するレベルまで達するとそので実際、論文式受かっあの担当式今年受かった方は2ヶ月間でもう合格向かってほしいんですけれどもえそ,のそれで実際、論文式のレベルに達して合格のレベルに達して、まあ、年明けてからです、ね、えその残り3ヶ月、4ヶ月の担当というのは実際、直前期にその論文式が合格できるという自力をつけた段階で担当を受けていくと。 で担当合格できればあとはもう論文式のスキルがあるわけですから残り2か月で最終調整していくという形で勉強していくというのが合格のまあ一番スケジューリングとしては王道になってくるかなと思います。で特にですねあのちょ特にレジュメのポチのところにもちょっと書いたんですがあの一発合格者を除いたほとんどの方というのがあの論文式での苦難の経験者なんです、合格者は。一発の方はもう全部受かってっていいう形で合格していくわけだけだれどもあの 予備試験ってどうしても毎回毎回。 あの上かから受かっていくわけですねイメージとしてはでそうするとギリギリに受からなかった人っていうのが次の年も当然受けてきますでその,その方が力つけて受かっていくとでその年にまあギリギリまで力がギリギリまで及ばなかった方が次力つけて受かっていくっていう形ですからどん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 上積みのような形で受かっていくっていう論文式は試験になってくるとでそうするとほとんどの方が例えば合格で2年間2回の試験で合格したのであれば1回目担当に合格したんだけれども論文本気で勉強してでんんど どうしても間に合わなくてちょっと涙を飲んで,で翌年に向けてじゃあもうリ,リベンジだということで論文対策をそのまま継続をしてそれで万全で受かっていくというだから合格の1年前というのがそういう形で論文式の苦難を経験して論文に合格するという形の経験をしている方が多くなってきますので実際にだから担当の合格というのを目標にするのではなくてもう担当は受かりましたととにかく今回の結果にかかわらずもう受かったものとしても論文の勉強に行くというところです。で特に そのここにもまあ書きましたけれどもやっぱりモチベーションの差が全然変わってきてしまいますのでえその気持ちでいただければと思いますで特に、えー、と7月まあ予備試験の論文式試験の時に実際にだからあの法務省から出たものを実際の試験だと思って、まあ、実際の試験時間と全く同じように解くっていう形でまあシミュレーションをしてそれで2ヶ月勉強するっていうのでも全然有意義になってくると思いますあのなんかできるだけっていうよりはもう締め切りを決めちゃうという形で勉強するといいかなと。 でその上で先ほど出てきた徹底的な論文対策という観点ではもう年,内です、ねえー、年内に論文対策を合格レベルに達していてでその後年明けてから担当対策の並行という形になってくるかなと思います。えー、と特にあの学習する方とかでよく質問があるのが知識がないから論文に行くのはちょっと心配だという方も出てくるんですけれどもあの知識はどんどん忘れてきますから。 あので実際にあの担当の知識で全部抑えたって言ってもどん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 忘れていっちゃいますけれどもえ論文の場合にはどちらかというとスキルですよね、えー、実際にどのように答案構成をして当事者の目線でまあ 主張を組み立てていくのかともしくは判例の射程がどういうふうに及んでいくのかっていうのを具体的な事例の中で当て込んでいくといったような実際の事例問題のスキルというのが中心になってきますのでそのスキルはやっぱり時間かけて磨いていかなきゃいけないでその中で本当にコアになることって何回も出てくるじゃないですか論文で問われる絶対に問われるような重要争点そういったところをまずしっかり押さえてしまった方がどちらかというとその後に担当をやって知識を上積みしていくと。 いう方がスキルがある段階で精度の高い論文が書けるという観点になりますので、えー、担当の問題と論文の問題であればまず論文を固めてしまってで絶対に抑えなきゃいけないところを絞ってから、えー、その後担当で底上げしていくというイメージになってきます。はい でただ担当も並行したいというケースもあると思うのでと特にあのインプット、まだあのもう1回インプットやり直そうという方だとインプットと並行していく場合どうしてもあの担当の問題やりながら確認していくという作業は有効な学習法になりますがその時にはあの論文で問われる内容をやればいいですからね、えー、細かな条文であったりとか、まあ、当然、条文知識いずれ必要になりますけれども、まあ、論文で直接的には問われない具体的に言ってしまえば条文引けばいいじゃないですかという問題ですね。えー、条文文を引けば論文ででではは対応できるるようなももののが担当で問われてていいについては もうガッツリ解くんではなくて、あ,あこういうふうな知識が出てるんだなぐらいに抑えておいて、正当をしていくという観点だと論文で問われるもの。具体的にはもう条文解釈と判例ですよね。条文解釈と重要判例、そして事例処理に関する担当問題を回していくということになるのかなと思います。で具体的にですね、今後の2ヶ月間論文までにどうどういうことをやるべきかというのは。 あの担当、今回合格点達した方と、まあ、これから、えー、来年に向けてやる方で大きくく変わってくると思います、えー、とどこが変わってくるかというと担当合格した方はとにかくもうこれからも今日からといってもいいんですけどもとにかく過去問を回していって答案をどんどんんどんどん作成していくと。 いいうことをしていく必要がありますす予備試験自体ですね2日間で論文11通書くことになりますから論文11通丸2日間かけて書いていくってなりますので書くことと自体が苦痛にななってはいけないけあとは時間配分ですね1問平均70分という形ですから予備試験の過去問レベルで答案構成どのぐらい時間かけて実際にどういうふうに答案を書いていくのかと。 いう形ですね時間配分という観点それからあとは全く解けない問題でも何とか仕上げなきゃいけないですからとりあえず答案という形で作品を作るという意味ではもう毎日問題を解くという感覚になってくるのかなと思います、えー、予備試験ですと,、えーまあ全えー、と一般教養を,、えー、を除くと9科目になりますね、えー、さっきごめんなさい11通って書きまます10通ですねごめんなさい、えー、10通ですから一般教養を除くと9通です、えー、9通ということは予備試験、まあ、8年と考えて えーと約70通ですか、えー、約70通ということは1日1通書いてってようやくぐらいな感じですから、えー、まあ答弁とかの問題を含めれば1日2通書けるか書いてっても間に合うかどうかという感じだと思います、えー、ですのでもう毎日時間を計って解くとでもちろん基質問題でも、えー、とりあえず答案を書くということとあとは書くときに必ず、えー、答案作成の時にやっていただきたいのが条文を引くということですね、えー、担当の場合には条文を引けなかったので6法からちょっとね遠ざかっている方も出てくると思いますが、えー、なるべくの話、えー、問題を解く時には6法を置いて で6法もなるべく書き込みないものです、担当合格した方については、えー、引いちゃうと見ちゃいますから、えー、もう新しい6法ですね、えー、最新年度の6法を開いて、あでも旧民法になっちゃうから、そこは旧民法を参照することになりますけれども、えー、なるべく書かれてないものを見て、6法を引いて、条文をどんどんどんつけていくと。 どうすると意外とそれが時間かかるって分かってきます書いてみると、えー、条文を引いて引用するだけでこのぐらい時間かかるなみたいな形で答案作成上の時間配分のアジャストをしていくということですねでとにかく合格者の方はその答案作成量の確保が一番重要ですでその中でですね、えー、おそらく担当合格に至るまでの間にさまざまな問題やっていると思いますからその中でインプットも並行していけばいいかなと思います。で であとはその争点ですね、まあ、あまり論証という形は私は使わないのであのいわゆる争点になる部分についての一つの考え方の筋道ですね、まあ、通常、論点とか言われるものですけどでそれに対してはあの実際、答案構成作成する時間は合格者ないと思いますのでとううにかくどんどん,どんどん答案構成になっているものであったりとかえもしくは、えーと最高例ですね、参考答案例 があると思いますから実際に答案作成をする時間ないですからそれを頭の中でインプットをしてえ疑似的に答案構成を自分なりにそれ見ながらインプットしていくという作業が有効かなというふうに思いますで、あとは先ほど言った通り条文の確認というのはその問題の中で必ず引いていくということですね実際にあの担当から論文で一つの大きな山場はここでしてえ特にまあ会社法刑事訴訟法民事訴訟法などの え条文、勝分になる科目になってくると担当でえ例えばえ知識は知ってるんだけれども条文上の根拠が何条でどの辺にあるのかって意外と書けないんですよね。今日あの時間があればと思ったんですけども時間があれば例えばえと一番最後参考資料でえ例えば、募集株式の発行の有利発行というのがあるわけですよね。例、まあ、例えばえと3番の問題なんかででは一つ例として公開会社で えーまあ、これ公開会社なのでも取締役会設置会社なのでマストになるわけですけれども、えー、例えば公開会社で資金調達のために市場価格1200円の株式を非500円で有利発行をしたという新株発行をした場合においてじゃあ、この募集事項の決定期間どこですかというふうになると担当だったら公開会社だから取引。えーえー 公開会社だから取,り取り締役会決議なんだけれども有利発行の場合には株主総会特別決議になるというおそらく知識はあるんだけれどもそれがどこに条文に書いてあるのかというところとかを実際に探してみると結構複雑だったりします。 いいですね、会社法だったら読み替え条文になりますからで読み替えでかつ有利発行は例外ですから3つの条文を引かなきゃいけないただこの条文、この条文、この条文で適時するという練習をしないといけないと、まあ、そのようなところも実際、答案を書くという観点だと、えー、論文の直前期では必要になってくるところだと思いますすあとはは、えー、合格しした方についいいいてて実実務務基基礎礎科科目目を重重視視くださででねす。 えー、7法についてはおそらく、えー、担当知識がありますで論文も何かしらの論文書けば、えー、論文の書き方なんてそんなに変わらないですからあの特有の科目特有のものはありますけれども基本的には、えー、頭の中で思考過程を示すという観点では変わりませんので、えー、論文自体のその各科目でガラッとスキルが変わるわけではないです。 ただその一方で実務科目については手薄になっているケース非常に多いと思います担当式の中では民事訴訟法刑事訴訟法の手続き法ぐらいしか担当では聞かれてこないところですのでその辺りのところも含めて要件事実ですね民事であれば要件事実であったり事実認定の問題刑事であればまあ捜査の犯人性であったりとか捜査手続き後半手続きといったところについては聞かれてきますので実務科目は重視していくとでこれはな,なぜかというと言ったら受かった後の口述試験実,実務科目で勝負になりますから 実際、論文式のときに実務科目を一定程度形に取っておかないと、口述式試験で結構苦戦するということもありえますので、実際にこの後合格して、論文に向かっていく方はそこを意識するとで、実際にそれ以外の受験生の方については、実際に答案の作成というのは、実際にいきなりやらない方がいいと思っていて、なるべくたくさん事例問題の答案構成をどんどん作っていくと。 答案構成ですから人物関係図時系列図を書きながら具体的に条文上の請求の根拠などを当てていって問題点争点当ててで判例の立場そしてそれに対して当てはめていって回答を出していくという形になりますので実際に答案構成をどんどん作っていって実際にこういうことを書いていくんだっていう構成をたくさんしていくと。 いうことがままず必要になってきますで、えー、実際、まあ、合格答案作成講座レックだと2年目講座としてあるわけですけれども、まあ、講義解説参考答案を使いながら実際にインプットをしていくとでそこで知らなかったこともしくは思いつかなかったことっていうのは正直言って論文で問われる知識で外してるっていうのはものすごいまずいので、えー、実際に答案構成段階で知識が漏れてたり条文が引けなかったところについては、えー、徹底的に復習をしていくとで問題数の数をまずこなすと。 いうところになると思います。で実際に答案じゃ作成するのどういうふうに作成するかというと、もう作成する価値のある問題のみで結構です。当初は。で作成する価値のある問題って何かって言ったら、あの実際にその問題の中でもやっぱり予備試験に近い問題であったりとか、まあ主張反論型ですね。えー、民事であれば主張反論もしくは主張考弁型。 の問題になっていていで判例の枠組みがしっかりしていて判例の当てはめによって妥当な解決が図れるといったような,えなんかよくある何か事例問題のようで実は一行問題とあまり変わらないみたいな変な問題もあるのであの実際にあの事実関係に即した出題がされているような問題でかつあの重要なものっていうのに絞ってやっていくとで実際に書いてみるっていう習慣をつけるっていうぐらいでいいと思いますいだいたい1週間で2通ぐらいでいいのかなとは思っています。 でえー、合格答案作成講座の中では私の方ではあのこの問題とこの問題大体いい毎週 10, 10問ぐらいかな、えー、答案構成の問題を出していってその中で今1問間にも指定問題という形で指定してそれについては実際論文という形で実際書いてみるといいですよという形でやるべき問題を指定します。で落ち,ちゃいいけないことはあのその 実際書いてみることっていうのが重要なのは書いいいててみるると何をしななきゃいけかかって分かるんですよあの書,書く前に例えばよく論証を覚えてそれをなんか吐き出してっていうなんか学習方法ってもあってそれは私否定はしないんですよ。えただじゃ何のために論証を覚えるのかっていうのは多分実際に書いてみてで書いた時にあこれこれ書きにくいなっていう経験が必要なんですよね。で実際これ書きにくいなどうやったら書けるんだろうって見た時にあこういうものを使えば書けるんだっていうのがないとその覚えていくもしくはそれを実際に頭に入れていくって中でいい づけが与えられないのでえまずは実際書いてみて不便に思うのがどの辺なのかというのを自分なりに体感すると。で、実際不便を解消するために何が必要かでそれが論証の方は論証だしえもしくはまあ通常の入門講座でとか他のインプット講座のレジュメですね、まあ、私の入門講座であ,ればあのチェックシートのようなレジュメですとかあとはもしくは基本書だったりとかさまざま出てくると思うんですがそれ自分の不都合を埋めるために何が必要かというのを見出していくという感覚であの実際にまずは書いてみると。でなので 分からないから分からない問題やっちゃダメなんですだから最初の段階で分かる問題書いて不便なものを探すということですですから答案構成やって答案構成上自分が問題なくすらすら思考過程が示せる問題を書いてそれで何の不便もなければいいんですよ。で実際ちょっとでも不便が生じたらその不便のための埋め合わせるためのツールっていうのを模索していくっていうのが勉強になってくるのかなと。 大体いい12月までを勉強期間論文の学習期間だと考えると約半年ということですから1科目平均実務基礎除いて 7, 科7科目ですから1ヶ月ぐらいしかありませんのでその1か月の中でどん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 詰め込んでいくと。 まあ、もちろん科目が並行しますからあの科目が並行していくので1科月ごと科目がチェンジするわけではないですが平均すると集中すると1ヶ月平均ということになってくるわけですね、はいで。一応合格答案作成講座についてもちょっとだけ触れておかなきゃいけないかなということで触れると,です、ねえー、と5月の今週からですね合格答案作成講座ということで、まあ、民事系の民法と民事訴訟法について私の方が担当させていただきますが基本的に進め方のコンセプトはそんな感じで進めていきます。私のの場合のあの他のあの 科目も同じなんですけれども、基本的には答案構成をもうどん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 進めていっていただいて、それで答案構成の中で、えー、必要な点っていうのを解説していって指定問題を出して、その指定問題についてはえー、論実際に書いてみて見てもらうという形で進めていきます。で、その上でやっぱりペースメーカー機能っていうのがやっぱり大きいかなと思ってまして。あの1科目1ヶ月って。まあ、結構あっさりは言うんですけれども、なかなか大変です、えー、民法であれば大体。 必要とされる問題っていうのは事例問題で大体100問から150問ぐらいはやっぱり出てきちゃいますね必要な問題数でそうすると100問から150問を1ヶ月から1ヶ月半ぐらいで仕上げていくと、まあ、あの単純に縦割りにした場合ですよ <laughs> になりますけどそうすると1日4問から5問ぐらいのペースで完成させていくってなっていくとどうしても心折れちゃう部分がありますとあとはインプットをしていく中でも効率性がやっぱりね、えー、悪くなってしまうところがありますので毎週10問なねそんな形でペースメーカーとしての役割ということですね えまあ、3科目走りますから合格答案作成講座はあの民事系、刑事系、広報系というを走りますのでえ私の方で1週間10問という形で出ていれば他の科目も10問、10問ぐらい出ていますから1週間約30問ぐらいの、えー、答案構成量という形になってきますので,でそれであのこれは分野ごとに進めていきます。 あの総合問題という形も最後の方はありますけれども、基本的には民法総則から始まって、物件法、再建、総論という形で、単元ごとに進めていくので、インプットの再確認として、自分の,あのインプットで使っていた教材をもう一回見直していくという、そのペースメーカーでも使っていただければと思います。そして、担当合格した方と,えっと,こと来年に向けての方で違うのが、担当合格の方は実務基礎です、でその一方で、来年の方はもう改正民法です。 えー、民法改正されますから改正民法にもできるだけ早くアジャストしていく必要が出てきます。えー、学習 期間が今年まだ去年から始めた方だともインプットから全部改正民法で抗議してますので旧民法のこと考える必要はないんですけれどもある程度旧民法ですね改正前現行の民法の内容で学習していた方は大きく変わってくるところ出てきますので特に債権法については判例だったものがほぼほぼ根拠条文についてくるようになってしまってます境行為取決権とかもそうですよね境行為取決権であればほとんどの判例法理がすべて条文化されてますしあと大きく変わってくるものっていうのは出てきますよね事故で だったらまあ、言い出せばきりないですよね。ど、実はもう中断ってなくなりますからね、更新と完成猶予も変わりますし、あとは債権譲渡であれば、異議をとどめない承諾っていうのがなくなって、原,理原則としては異議をとどめない承諾で、公弁が承継されちゃうだったのが、えー、実際に改正後になってくると、もう公弁は基本的にすべて承継されると、で例外的に、えー、その公弁の放棄ですね、例外的に個別的な公弁放棄がない限りは、債権譲渡によっても公弁が承継されると。 条の議論も全部変わってきちゃうんですよなのでそれで変わってきてるものとかあとはですねあの1回目の講義でやるんですけど例えば今で取り消すと不当利得返還請求ですよね何かで取り消すと不当利得に基づいた返還請求になりますけれどももう無効取り消しに関しては改正民法120条の2によって取り消しに基づく現状回復請求になりますよねですから不当利得返還請求というのは基本的に訴訟物じゃなくなってくるといったようにさまざま変わってくるところが出てきます。でそれをまあ一個一個インプットしていくくと時間なくなって ちゃうのでまあ問題解く中で改正民法に即した回答ですねの中ではちょっと違ってくるところっていうのを全部、えー、一個一個あぶっていくというところは早い段階からやるべきかなと思います、えー、特にあの一から順番にですねあの知識をまとめていくっていう整理していってよ基本書読み込んでいくって時間はなかなかないと思いますから問題解いていく中でそのアジャストしていくとが学習経験者は必要になってきますで、えー、まだですね学習期間が短い方ですね改正民法から学習を始めた方についてはもう最初からやっ もうしっかりとインプットしていけばそれでも改正法対応できます、えー、特に改正後1年目っていうのはおそらく、えー、かなりわちゃわちゃするのかなと個人的には思ってますので、えー、改正法に間に合った人間に合わない人でまずちょっとしたふるいがかかるのかなっていうふうに若干思ってるところですので、えー、そこはなので逆に言えばそこを逆手に取った勉強をしちゃえばいいのかなというふうに思ってますので、えー、だから去年はねあ,のあまり民法の勉強をねあのしても改正になっちゃうから あのそこまでがっつり対策しにくかったんですが今年はもうそういうことを心配しなくていいですからもう民法の勉強というのをしっかりやっていくとで特にあの改正民法を対応しているアウトプットというのはあんまりまだ市販されてないですよね担当対策も含めてですので、まあ、あの一応、合格答案作成講座来週からやるものについてはすべて改正民法対応という形で、えー、現行民法の解説は一切しないでもうあの当然違ったことをやますよ変わったよということは言いますけれどもえす、ー、べて改正法民法での解説ということになります。 はいえー、ということで、えー、少し話がちょっとあれになりますが、まあ、論文対策というのもとにかく重視していくことですねで、えー、実際に合格スケジュールとしてはそれで合格答案というか、ねえー、論文がしっかり書けるようになっても答案のスキルが身についてで論文で問われる知識ですねその知識については担当はもう余裕になっているという状態になっていれば、えー、通常、えー、合格ラインまではいかないとしても 体感的には4割は割超えていきます担当それだけでえ論文で問われる知識の担当は解けるっていう状態で,で残りの30%前後というか70%あればあ、ね、一般教養のブレがあってもなんとか安心なところですからそこからの上積みっていうのを直前期年明けてからになってくると思いますけれどもえ年明けてから動いていくということになりますでそ,その時に最初に申し上げたとおり学習計画を立てておくことが必要なんですね。 で学習計画を立てた上でその学習計画に基づいて、えー、担当で確実に、えー、合格点を取っていくとで担当でいければそれで論文の成績が上乗せっていうかね論文のスキルに担当の力がついてますから実際その後の2ヶ月ですねラスト2ヶ月の論文対策っていうのはその担当の知識も上積みになってますからさっき申し上げたとおりあとは答案を作成するっていう、えー、数をこなしていくっていうことで十分に。 予備試験であれば大丈夫かなというふうに思います。はい、で、えー、と論文の方法論ということで少し、えー、触れておくとですねそこまであのなんか目新しいことはないところではありますが、まあ、大体先ほどからまあ申し上げているところがあの書いてあるところですけれども、まあ、事例問題が問われますから、まあ、常に勉強の中で事例を意識するということですね。 でその上で、えー、やっぱりあの事例問題この、このループをしっかりすることかなと思ってます、事例問題をできるだけ数をこなして、まあ、答案構成をベースにした上でもう相当数の問題数を確保すると、で答案構成の中で抜けた部分については、インプット教材ないしは条文にフィードバックをしていくと、でその上で、えー、再度の答案構成で、見た瞬間に答案構成、ポン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 って口頭で言えるようになってればいいです。 で,す、ね、で,で実際必要な問題は答案を作成するという形になってくるとでこれをぐる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 ループしていくっていうのがそのアウトプットの中では一番効率的かなと思ってますで特にあの論文を書くっていうことさえできちゃえば答案構成までできれば答案になりますから。 いいですね、あの答案を作るということ自体は本当にあの文章を書くという単なる技術ですから、まあ、もちろん法律論文ですからあの作法は当然あります書くべき作法はありますけれどもその作法さえしっかり身につけておけばちゃんとした答案構成があれば、まあ、自動的に担当した答案ができるということにはなってきますのでまずはあの答案構成というラインでしっかりと。あの 問題解決がができるるととといいうここころを数多くくななしていくことが必要になると思います。え特に当案構成数多くこなしている人は直前期の復習がすすごく便利なんですよえ直前期大体勉強する時だと、まあ、あの各あの学習者によって変わりますけど例えば私の入門講座であれば、まあ、直前期を覚えるべきものっていうのはチェックシートっていう形で全部、えー、集約してますけれども例えばれ他の学習している中でいろんなインプット用の多分集約したものがありますよねで。それプラス今までやった事例問題全部読めばいいんですね直前期。 でそれでもう頭の中で1問5分ぐらいで答案構成を頭の中でどんどん,どんどん再構成していくと。で、答案構成が思いつかなかったら手を動かすという形でやっておけば、えー、例えば1000問ぐらい、まあ、トータルでやるとしますよねあの、答案構成を。そしたら直前期にその1000問のをばーっと見ていくと、あのまあ、時間はかかるかもしれないけれども、えー、実際にずっと見ていく中で最終的な復習ですね。でですので、まあこの辺りのとここりとろ が、直前期の復習で最後回っていれば、論文はすごく楽になるかなと。要は、論文ってやっぱり最後って何やっていいかってよく分からなくなっちゃうんですよね。で、意外と迷走するんですよ。百、えー、選全部読まなきゃいけないのかとかね。えー、実際にあの答案を全部ね、えー、答案例を読み込まなきゃいけないかとか、いろんな勉強法がやっぱり出てきちゃうんだけれども、最後は。もう自分がやったものを集約するっていうものを最後に持っているものがやっぱり勝ちますので。で、その際にはインプット用のメイン教材とアウトプットで使った答案の、その。 答案構成をした問題ですね、答案構成をした自例問題、それを最終的には自分の中でちゃんとストックしで持っていると、で分からないものを一個一個潰していくという形になるのかなと思います。で、で実際に答案についてはですね、あの合格答案作成講座のほかにまあ一般的には答弁というものありますから、あのまあ、なるべく答弁は直前期も含めてですね、あのもしなり答弁なりある場合には受けたほうがいいです客観的な評価ですね、えー、客観的な評価っていうものを得るという意味では、えー 党はの党連というのも利用していくというのは必要になってくると思います。で、あとたまに聞かれるのが未知の問題への対応ということでまあ聞かれるんですけれども、これは後回しでいいです予備試験に関しては。あの見たことがもない問題出てきました。で、それでそういうのに対応できないんだけどどうしたらいいですかみたいなことよく聞かれるんですけれども、もちろんやった方がいいんだけれども、まずはそれが全部終わってからでいいという形ですね。え、もう道の問題については過去にも出題予備試験ありますけれども、まあ実際にはその制度趣旨であったりそういったところからまあ書いていくしかないような。 問題が多くて差がつく問題といのはあまりないです。あの予備試験で合否差がつくのは何かって言ったら、8割方の人が書ける問題を全部書けばいいっていうイメージです。あの。 要するに合格率2割っていうからじゃ20%の人しか書けないことを書けばいいのかってそんなことはなくてあの全部の科目の合計点になりますからもう大体受験生の当然受験生って論文受験生ですよ論文受験生の7割8割が外さないよっていうそういった判例知識であったりとかあの争点のへの判断その辺のものを外さずに全問しっかり当てていけば上位10%ぐらい簡単に入っちゃいますのでそのあのどちらかというとか解けなくて難しいって問題に固執するよりはあのできなきゃいけない問題を 確実にあの全問当てていくというイメージの方が正しいのかなというふうに思います。はい。でその意味でですね最後ちょっと、えー、方法論ということで具体的にですね、えー、参考資料で出させていただきましたがまあ条文まあこれは最後おまけみたいなところですけれども例えばまあ論文式の中でやっぱり条文しっかり見ていきましょうということで、えー、例えば三番の問題先ほどやりましたがあの例えばこれっていうのは担当知識と論文知識のまあ乖離ということで一応ねでテーマと出していただ出させていただいたんですけれども。 あのまあ、これ問題が公開会社で非公開あの取締役会設置会社と書いてありますがこれはあの公開会社であれば取締役会設置義務がありますので、えー、まあ公開会社という,でというかもう絶対そうなんですけれどもで例えばこの場合募集事項の決定についてはです、ね、おそらく担当知識ではこれが出てくると思うんですよ。失礼しましまたこれは本当にに気楽に 例えば募集事項の決定というのは公開会社ではこれ担当だとこれはマストの知識ですよね担当だとマストな知識になっちゃいますけれども取締役会特に有利な金額の場合には。 株主総会特別決議が必要になりますでそれに対して、まあ、非公開会社の場合には、まあ、株主総会特別決議が必要ですというのは担当でおそらく、えー、過去に繰り返し出されているかじゃ論文の中でこれじゃどうやって書いていくかってうは条文適時が必要になるんですよねで、えー、その際に条文適時するときにまあ今日は6本をまあご持参している前提ではないので、えー、私の方で触れますけどじゃあこの 問題って結局、公開会社というのは株主総会特別決議特に有利な金額での発行は株主総会特別適義必要になりますので、えー、例えば 3, 3, 3番の問題であれば1200円の市場価格の株式を500円で有利発行をしようとしてますから、まあ、特に有利な金額であるという要件は当てはまるわけですでその時きにまあ特別決議が必要になるで今回の問題を見ると会社法所定の募集事項の決定が取締役決議がなされていますから、まあ、法,法令違反を構成しますよね。 法令違反を構成しますから新株発行無効の訴えの中で無効自由になる可能性はあります、まあ、実際ならないんだけどね <laughs> 新株発行無効自由には当たらないというのが判例なんだけどただ法令違反を構成しているなということは多分ん何となく書けるんですよ。でじゃあ実際合格答案という形でじゃあこれポンと、ね、点数を跳ねるためにどうすればいいかってこれの根拠条文をちゃんと言えなきゃいけないということです。でその際に例えば199条で募集事項の決定というのがあるわけですね。 で募集事項の決定をパーッとまと書かれていまして、まあ、これは後で条文だけ、えー、適時あで,で見ていただい百199条で株式会社の、えー、発行については、えー、法定事項ですね、えー、数などを書かなきゃいけないということで、募集事項の決定が199条1項にあって、でで実際見ておくと、2項でこう書いてあるわけですね。えー、全項各号に掲げる事項、つまり、えー、募集事項ですね。 募集株式発行にあける募集事項の決定は株主総会決議によらなければならないということで199条2項で株主総会決議が必要だと書いてあるわけですね。ですが、これでじゃあ株主総会決議かといったらこれを根拠条文にしたらだけは間違いなんですよね。なぜかというとこの199条については特則があって201条があるんです。201条で ちなみに予備の論文を受けるときは、なるべくこういう格好がきないね予備師掲揚六法とかにしておいた方が本当はいいんです。あの全部こう書いてあるんでね、えー、201条1項は199条3項に規定する場合を除き公開会社についてですね公開会社における道場第2項の適用については株主総会とあるのは取締役会とするということで読み替え規定があるんですよね。えー、つまり 先ほど199条2項の適用に関しては公開会社においては2項の株式会社は取締役会と読み替えられることになりますのでとするとここに書いてありますが募集事項の決定199条2項の株主総会の決議というのは公開会社の場合は取締役会決議に読み替えられるということになるわけですねじゃあ取締役会決議でいいじゃないですかとなるところなんですがさっきの条文戻りますと202条でこう書いてあるわけでしょ。 百九十九条三項に規定する場合を除き、読み替えるんですよね。つまり百九十九条三項に除くに規定される場合を除いては、公開会社においては。決議機関というものが取締役会と読み替えられる。じゃ。 199条3項って何ですかっていうと戻るとここになるわけですね199条3項では1項2項の払い込み金額が募集金額を引き受けるものに特に有利な金額である場合には取締,役会取締役は株主総会で説明しなければならないというね特に有利な金額における株主総会での取締役の説明義務が規定されていてつまり199条3項っていうのは有利発行の場合を規定しているということはこの条文構造をしっかり読み解くと え原則として、まずこれが原則なんですよね、非公開会社の規定なんですよね、株主総会が必要だというのは、公開会社においては、特に有利な金額である場合を除いて取締役会決議になり、その例外の例外なんですよね、特に有利な金額の場合には、この読み替え規定が排除される。とすると、この特に有利な金額、株主総会特別決議の根拠条文は、199条1項ではなくて、ごめんなさい、201条1項で、199条1 2項199条3項条がこの部分になりますよね、えー、つまり201条1項での読み替え規定というものが適用されないわけですから原則の,の199条2項で、えー、取締役会で読み替えられるんだけれどもその例外にあたる199条3項に当たるんだとでさらに今回特別決議であることも書かなきゃいけないんですよねということは特別決議に当たるかどうかっていうのは、えー、もちろん株主総会の議決事項をちゃんと見ておかなきゃいけなくてとすると309条2項の問題になってくると。 309条では1項が普通決議2項で特別決議事項が書かれていて、えー、309条2項の株主総会決議が特別決議になりますよというのはそこにいろいろ書いてあるんだけどここに199条どこだあった199条2項の事項については特別決議だという規定になるわけですよね。 つまり募集事項における募集事項の決定の決議は特別決議だということが3百9条2項5号で規定されていますからこの知識を書くためにはあごめんなさい失礼しましまた3百9条2項5号この4つの条文が適時されて初めて特に有利な金額で株主総会特別決議が必要だということが指摘できたということになるわけですよねで実はその論文で点数を取るためにはその辺ごめんなさい字でかくなっちゃってごめんなさい。 論文で点数を取るっていうふうに考えていくと。とまあ、この辺りのところっていうの慣れていくってことはやっぱり必要になってくるかなというのが一つですね。で、やっぱり実際引いてみないとなわからないんですよね。なんだかあの担当対策に特化しちゃうと。なんかまあね。表とかで覚えるんですよ。あのね、表とかでね。えー 何とか六方的なやつで表とかでバッと見てね、えー、ああそうなんだってやったりあと過去問題は答え書いてあるからあそうなんだねってなっちゃうんだけどこういうふうな形で押さえていくとであとはですね、まあ、論文で事例ちゃんと見ていただきたいということで、まあ、1番2番っていうのが2つあるんですがあのどちらもあの私の入門講座での,あの問題であのどちらもやった問題を引用しちゃってるんですが例えば2番とかが当事者目線っていう発想ですね。えー、2番なんかは インプットとアウトプットの,その橋,橋渡し的な問題としてよく私が引用するもので、まあ、知識を知ってもらったものをどうやって論文,に持ってこあの論文で使うかというのをイメージを湧いてもらうためにちょっと2番出しました2番は、まあ、A は B 女との不倫関係を維持するために、まあ、B 女に対して新築未登機の高建物が贈与されたとはい、えー、大体これぐらいはできそうかな時間的にも、えー、つまり A が、まあ、B 女に対して えー、B 女に対して不倫関係を維持するために、えー、高建物、えー、高建物をまあ贈与しました、でまあ、贈与してまあ未登記ですね、新築未登記建物が贈与されたと、で実際その後、不倫関係が解消されたことによって、まあ、実際、不倫関係の維持のための贈与なので、えー、返してくれということで、まあ、返還請求ですね、えー、高建物に対して、建物明け渡し請求をしたと。 で実際、明け渡し請求をしているわけですが、はい、で A は、まあ、訴訟を継続中ですね、その明け渡し請求の訴訟を継続中に自己名義の所有権保存登記を経由しています、でこれに対して B 条は何を言っているかというと、本件建物の所有権は私のものだということで A に対して、えーえー、所有権移転登記を求める判訴を提起したということになっております。で例えばです、ね、これ問題見た時に、えー まあ、A の請求がまあ認められるかという問題のときにじゃあ再建的請求なのか物件的請求なのかということですねあのまず見ていくこと、ね、でもちろんこれどちらもありえると思うんですけれども当事者の考え方からすれば、えー、実際予備試験だったらもうちょっと具体的な事実関係はあるけれども、えー、契約目的が不倫関係維持という契約目的でなされた贈与ですよね、えー、で実際に不倫関係が解消されたことによって、えー、明け渡しということですから、まあ、実際にはね 条文上は、ね、かなり込みってしまうところですけれども、まあ、所有権に基づいた返還請求と考えてもいいですし、えーえー、実際に、えー、契約の解除だというふうに言うこともまあできそうではありますが、まあ、ただ実際これ、贈与なので細かい話をするとね あの民法の規定を思い出してほしいのが書面によらない贈与というのは基本解除できるんだけど、履行が終わった部分についてはこの限りでないという規定がありますから、書面によらない履行後の贈与ということですから、原則として再建的な贈与の取り消しに基づく現状回復というのは難しいのかなというところはありますが、ただ、少なくともこの返還請求については、おそらくぱっと見て、ですねこの不倫関係の維持というところから、ちょっと触れときますね、すいません。おそらくあの まあ実際ちょっと触れておくと、まあ、708条の問題だなっていうのはなんとなく分かるかなと思います。あのおそらく、ね、条の不法原因給付ですよね、えー、不法な原因のために給付をしたものが給付をしたものの返還を請求することができないということですから、えーまあ、実際問題として見ていくとこれ A としては、まあ、返還請求をしているわけだけれども B の抗弁としては B とししては不法原因給付を主張しますよね。708条に基づいて、まあ、不法な原因による給付だから返還請求をすることができませんということはまあ言いそうな気がしますで現にこれ不法原因給付に当たるかどうかっていうところでしっかりとインプットの知識を確認してほしいんですけれども不倫関係の維持のための給付ってそもそも不法なのかという問題からですよね不法とは何かというと実際4ページのところでね必要なものは載せてますけれども708条の不法って控除両属違反ですよね。 えつまり強行法規違反といった違法行為にならずとも公序良俗違反であれば不法に含まれますでそしてさらに給付というのがあるんですが果たしてこれ、登記してないんですよね登記してないということを給付と呼んでいいのかという問題ですが判、えー、例の立場明確です、えー、給付というのは終極的利益を与えることが給付とされていて登記建物についてですね既投機のものについては移転登記必要ですけれども登記がされていない未登記不動産については引き渡しをもって給付だというふうにされています。 でですのでこの問題を見る限り、えー、実際、不倫関係の維持という不法ですね、公序良俗違反たる不法と、えー、それからもう1つ、えー、未登記ということですが、えー、新築未登記ですから、えー、実際、新築建物ですから、引き渡しをしたという時点で、えー、給付の存在が認められますので、780条の要件ですね、不法な原因のための給付ということは、まず言えると、で実際、ですから、不法原因給付の答弁は通りそうな気はします。 いいですね。b からしてみれば b からしてみれば、不法原因給付に基づいた。まあ、実際 a の返還請求に対しては不法原因給付にあたるから返還請求ができないという不法。原因給付の答弁については通りそうな気はします。じゃあ a、a としては他にじゃあどういうふうな主張があるかって言うと、さっき言った物件的主張債権的主張っていうのをしっかり考えておくと。b としてはルートとしては？ で実際ここの辺意外と、ね、これでで止めちゃう人いるんですよ実際返還請求をするんだけれどもなんとなく思いっきりあの不倫契約の維持だからっていうことで、えー、不法原因給付じゃないかっていうで不法原因給付だから返還請求できないよっていうなんとなく再建法の話で終わらせちゃう人が多いんですが、えー、ただ A としてはもう一個、えー、再建的請求のほかに物件的請求の措置が残されているつまり A としては、えー、自らが所有者だということを主張することによって所有権に基づく物件的返還請求権の行使は考えられるわけです。 じゃあ所有権の,所有権のじゃあ根拠は何かと考えていくと、えー、実際にこの未登記建物が例えばですね、えー、実際引き渡されているわけだし贈与契約が結ばれているにもかかわらずなぜじゃあ所有権に基づく返還請求できるのかというと、えー、実際にこれって控除領属違反ですよね。 民法90条の規定になりますよね、公助良俗違反による行為であるということですから、公助良俗違反の行為であれば無効ですよね、ですから、そもそも、贈与契約が無効だという主張もできるんですよ、いい,、ね、い,いですね、そもそも公助良俗違反による原因による給付なんだから、公助良俗違反の法律行為ですから、こう、建物の贈与は無効であると、で贈与が無効であるとすると、どうなりますか、実際にこの贈与契約自体がなかったわけですから、所有権移転がそもそもないと。 で所有権移転がそもそもないんだから A に所有権がそのまま残っているとだから実際、その所有権に基づいて登記を入れたんだよね、この人ね、えー。で、じゃあ実際これが通りますかということでじゃあ物件的返還請求権の可否っていうところまで流し込む必要が出てくるで、実際おそらく判例としても有名なところだと思いますけどこの辺大丈夫ですかね、えーはいえーと。不法原因給付が成立する場合の給付者ですね。 実際には不法険給付だから再現的な請求はできないんだけれどもじゃあ控除労続違反を構成することになりますからその無効を原因とした所有権に基づいた物件的返還請求権の行使ができるかという問題になるわけですよね。でそうするとここで初めて判例出てくるんですねここで初めて判例として所有権に基づく返還請求権についても708条の累積適用によって物件的請求も廃斥すると。 理由としてはまあ趣旨としてはクリーンハンズの原則を考えれば認めるべきではないという、まあ、よくよく判例が言っているやつですでそうするとじゃあその結果その後続きが出てきてじゃあ B は反訴を出してますよねじゃあこれ所有権誰のものなんですかということですよね、えー、実際に公助領属違反だから贈与は無効になりますで贈与が無効なんだけれども判例上所有権に基づく返還請求は708条の累推適用によってできないと。 つまりあごめんで、できない、708条類推適用によってできないということになるんだけれども、そうすると、結果的に所有権どどど、どこに帰属するんですかということになりますよね。あの原則に考えてみれば、公助両陣外で無法なんだから、A が所有権あるはずなんですよ。で、A は所有権持ってるんだけれども、判例上、708条類推によって、返還請求権の行使、物件的返還請求権を受給者に行使できないってだけでしょ。じゃああ根本的な所有権はじゃ A さんにあるのであれば B の反訴、ね、は所有権移転登記手続きを請求しています。ということは B の所有権移転登記手続きの根拠は何かというと当然所有権に基づくですよね。所有権に基づく妨害排除請求権です。なぜなら A は不実登記ですから B の立場からすればね B の立場からすれば自己名自分の所有の建物について A の名義が付けられちゃってますから登記による妨害が認められますので所有権に基づく妨害排除請求権として反訴できしています。 じゃあこの犯訴が認められるためにはどうしなきゃいけない？B に所有権があるという要件実質必要になりますね。つまり B 所有 A 妨害という要件実質になります。とするとじゃあ B 所有っていうのをこれ認めていいのかっていう話です。今度はね。でこれもやっぱり判例があるわけだよね。 実際には理屈を考えれば公助両属移管で無効だから A のところに所有権があってあるけれども708条類推クリーンハンズの原則から B 女に対する所有権の返還請求を A は行使することはできません。でじゃあ所有権どうなるかっていうと判例は A が返還請求をすることができない反射的効果として A の所有権が B に移転するんです。という立場ですよね。でこれはちょっと押さえといてください。まあ、こんなノリですね はいえー、つまり不法原因給付が成立する場合には、まあ、受給者帰属説と書いてありますがつまり給付者の返還請求権が否定される反射的効果として目的物所有権が、えー、給付者の手をもとづい離れて受給者に帰属するということは結論からすると所有権はこの給付請求が否定される反射的効果で B に所有権が移転しその結果として所有権に基づく妨害排除請求権たる、えー、所有権登記移転登記請求手続きが請求が認められると。 とするとですね今やったのって全部実は全て、えーまあ、私は入門のレジュメの抜粋になって恐縮なんですけれどもなんか手前味噌みたいなあれですけどたいこのぐらいこういうのってインプットでやってますよね。 えー、不法とは何か公女労続違反ですよ給付とは何か終極的利益ですよ、えー、不動産給付は未登記と既登記で分けますよで不法原因給付が成立する場合所有権に基づく請求ができるかできませんよとでじゃあ所有権に基づく請求ができない場合じゃあその所有権の奇数はどうなるか相手方に反射的にいっちゃうよとで相手方の方からは所有権に基づく反訴提起は認められるっていうのはおそらく全体的にポッと知識としては持っていて担当の場合にもおそらく出てくるとは思うんですが論文の場合にはこのように具体的な事例ですね。 えちょっと今日はあのガイダンスということなので、答案構成までは作,っていま作らない形にしますけれども、これを見たときに、さっき言ったような答案構成ですねをさっと頭の中で出てくるというのを繰り返していくのがまあ論文ということで、あとはその吐き出すスキルとか書くスキルは、毎回毎回重要なものについて書いていけば書けるようになりますから、実際、大切なのはその書くまでの段階で、これを例えば復習するときに、まず A が B に対する、贈与契約の取り消しに基づいた返還請求がまず考えられると。 これ例えば、自分が答案構成するときの頭で言うとまずまあ一番最初にあるのは贈与契約の取り消しに基づいた返還請求が考えられる、まあ、再建請求ですよね。でその再建的請求は不法原因給付が成立するから認められないだろうと。じゃあ不法原因給付が成立するとして、えー、A は再建的に返還請求はできないけれども公序良俗違反に基づく贈与だから無効であれば所有権の移転自体がないわけですよね贈与契約の。贈与契約の効力が否定される結果所有権に基づく返還請求権を行使できるんじゃないかと。 ただ判例はその所有権に基づく返還請求権は不法原因給付の場合には否定しているので、えー、その708条類推によって物件的請求も認められないで物件的請求が認められないとしてじゃあ反対にこの所有権の帰属はどうなるかっていうと、えー、所有権に基づく返還請求を給付者が認めない反射的効果として受給者の方に来て移転するとその受給者に移転したことによって受給者の側からの所有権に基づく妨害排除請求権たる、えー、所有権移転登記手続き請求が認められる。 っていう,ふうに頭の中で自分は喋るのが仕事だから喋ってますけどあの頭の中でポン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 とそういうのが出てくればあとはそれを答案構成であのかそれを答案という形で完成させていけばいいというイメージになります。であとはまあもう1点おまけですね少しやっちゃいますがせっかくなので,でこれがだから全部に一度テーマはあって2番はまさにあの。 あの答案構成知識面を答案構成や答案にどうやって事例の中に落とし込んでいくのかというところで3番は論文特有の担当知識と論文知識での条文適時の、えー、ちょっと難しそうなってくものだからそこはだから乗り越えれば論文楽勝になるよというそんなイメージなんですよで3つ目はシンプルで3つ目はあの知識じゃなくてちゃんと答案構成とかあの人物関係図書いてくださいという問題として出しましたおそらく、ね、知識自体はシンプルなんですよ1番はあの B がです、ね、A 所有の高パソコンを A から購入したとえつまり1番の問題というのは A と B との間で売買契約が結ばれたとで購入後 B は一時的に高パソコンを引き続き A に預かってもらうことにしましたということですね、えー、と学習していれば分かりません、専用改定してます。いいですね えー、高パソコンは A の手元にありますから、えー、売買契約自体は成立した上でえで、ー、B は占有改定による引き渡しを受けたということですねでその占有改定の引き渡しをしてあとです、ね、その間にです、ね、預かってもらっている間に B が C に売却しました。はいまあ、プラスで でその後に B が C に売りましたと、こ、え、う、ー、パソコンを売りました、そしたら C も一時的にポー高パソコンを A に預かってもらっている状況と、どんな状況だった話ですけどね、えー、つまり、A は B と C それぞれに対して売った上で、B, B のためにも預かり、C のために預かるという、えー、占有改定を行っていると、でこの時に所有権の基スいかんという問題で、あの人物関係図、しっかり書いていくことですね、これはね。 えーまあ、論文なんかで特に民法改正された後だと再権法の問題がとにかく条文でルールが決まっているところで論理的に解きほぐしていくという問題が多くなります特に総務契約の危険負担であったりとか、えー、そういうところでかなりこういう事例は多く出てくるわけですけどあの例えばこれ二重譲渡じゃないですよねこれ問題としてねあのなんとなくこれ二重譲渡かなって思って引き渡し取った方が勝ちっていうふうに考えた人は要注意で。 あの専有改定は引き渡しとして認められてますからね、えー、現実の引き渡し、会員の引き渡し、えー、それと,、えー、と専有改定、そして指図による専有移転、4つの専有の引き渡しは全部認められています。えー、ですので、あの注意してほしいのは、即時取得は専有改定では認められないというやつです。即時取得192条の専有を始めたには、即時取得はあの、専有改定は当たりませんけれども、対抗要件たる178条の引き渡しっていうのは専有改定含まれます。ということは、はい、この時点で有効に B が対抗要件を備えてます。 いいですね、これだから分析的に考えるんですよ、売買契約がなされて、占有改定の引き渡しがなされれば、178条による対抗要件を満たすことになります、えー、根拠条文は183条と178条ですね、引き渡し、えー、で引き渡しの中に占有改定含まれていますので、えーまあ、こんな感じですね、占有改定の引き渡し、対抗要件を得られます。とすると、どうなるかというと、占有改定を受けた時点で、A は無権利者になるんですよ。A は無権利者になるんです とと C と B との関係はこれ何かというと無権利者からの譲渡です。ということは無権利者から売買契約という取引行為によって専用取得したわけですよね。ということは二重譲渡の問題ではなくて D に即時取得が成立するかという問題ですよねこの問題ね。 で即時取得が成立するかという問題で考えていけばさっき知識としてありましたよね占有改定というのは外形上の変化がないので即時取得は認めないというのが判例の立場になります。とすると占有改定は192条のごめんなさい占有を始めたに該当しませんので192条つまり即時取得は成立しないということになりますから 結果的に回答としては法律関係を見れば現時点では B が対抗要件を取っている状態ですから B の所有権があるという状況になっているわけですただ、これもうちょっと話を進めると C が何らかの占有改定以外の引き渡しを受ければ C が多分所有権を取ります原取得すると思いますただ今の時点でのこの事例の段階での法律関係としては 一応無権利者から C がただ占有改定を受けただけという状況ですから即時取得の要件たる占有を始めたにはなっていませんのでこの後に C が現実の引き渡しを受ければ話変わります。いいですね現実の引き渡しを受けるなりすればまず A のまだ手元にありますから A の手元にまだ残ってますから即時取得が成立していないというのが法律関係ということになると。 ということですなのであの実際に事例問題ってどちらかというと担当と違って実際手をか動かして書いてみたりとかその筋道立てて論理関係を構築していくという問題になるのでそうするとこの3つ見ていただけるとなんとなく暗記とやったりとか論、まあ、あまり私は論証って言葉を使いたくないのはあの論証に偏ってしまうと問題が解けないというのがあるんですよ当然、すごく有効なんだけれども例えば、専有改定は即時取得の,の成立を認めないという判例を知っていてでその論証って多分あるじゃないですか。 思う,思うに的な感じでねあの即時取得の制度はこういうもので,で,でそれだけ強いねあの効力を原始取得という強い効力を与えるものだから占有を始めたと言えるためには外形上変化があるようなことが要されるよって占有改定は認めないみたいなような論書はあるじゃないですかおそらくそれを知っていればそ,その部分をバッと書けるんだけれどもただ求められているのはそこを書く前提としてこれはどういう事実関係なのかが大切なわけです。 このさっきの一件二十条との事例を見た時に即時取得 C の即時取得の正比が問題になっているってところに問題の中でたどり着けるということが求められてきますので,でその時初めてあのさっきの即時取得の専有改定の問題の論証が意味が出てくるとなので実際に答案構成を、まあ、このぐらいにしましょう、えー、答案構成をして実際に書いてみてなんか不都合を感じてからそのためにまあ論証なりインプットの何かを用意すると。 いうのはまさにそういうことで、実際あの学習初期の段階でいろんな問題を解いていって、あの具体的な内容っていうのを押さえていただけるとより、えー、有効な学習ができるのかなというふうに思っております。はい、えー、少し駆け足になりましたが、えー、一応予備試験後の四つごし方というガイダンスの内容は以上となりますが、まあ最後にですね、えー、今日のまあガイダンスのところの途中でもまあ言ったところではあるんですけど、まあもちろん合格なさっていて論文式に向かっていく方はとにかくもう今日今日からでもどん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 書いていくと。で特に担当 式受かるつもりじゃなかったんだけど季節して受かっちゃったという人ももう2ヶ月間もう必死にあの論文式に向けて毎日答案を書いていくということをすれば全然その結果的に間に合わないという可能性もあったとしても全然変わってきますからであとは実際今年ですね来年に向けてとていう形になっている方は最初にも申し上げたとおり予備試験の今年の担当式は受かったものとして。 受かったものとして、えー、この論文式試験に向けて合格者と同じあの土俵に立った勉強をしていただけると今後の学習ですね、えー、全然変わってくると思いますので、えー、しっかりと、まあ今日の、ね、ガイダンスがまあいいきっかけになっていただければというふうに思いますそれではちょっと長丁場になりましたけれども私からのガイダンスは以上になります。お疲れさまでした